こんにちは、ボータンと申します。今回は、織田信長伝プレイステーションバージョンの続きを行っていきたいと思います。よろしくお願いします。で今回は、虎視眈々レベル22から始めていきます。虎視眈々甲斐の国つつじヶ崎館信玄ですかね。信玄、はい、あ、高坂さん、私のお気に入りの武将の一人です。高坂さん、はい。もったいでやりおる、村方様、兵をお貸しくだされば、この信正信が、このに、この役目で見ぬに、こっちい。この役目と、あとの透明的、次の攻略を諦めるのですか。いや、そうではない。ここはやっぱりところよくわかんないんですけど、でも見なくて、あ、見なくて、あ、大丈夫。待たせたな、そちが工作か。は、工作はその部にござります。工作か、こちらは工作進めに参ったのであろう。ご明察の通りにござりまする。信玄公は、あそこの東北公で、どんな感じで働くか。ふふふ、信玄、同盟を譲るべきか。大阪、信玄が、はい。これは、まあ、結ぶと、まあ、史実ですよね。確か、実際でも、ごめん、うちのはずなんですけど、向こうが、電気や、合戦が増えるので、ここは、見つかないよ。ごめん、あんま立たない。叩くなど恐るるに足らん。どうかの透明な模様じゃ。なんえー、1567年、織田信長は天に斎藤道さんが兵器を結集して築いた戦場を稲葉山の女王とした。天に信長34歳のことである。美の攻略は天下取りの足がかりを築いたのと同時に、信長が隣国からの脅威と化したことを意味していた。まあ、隣国からは信長がいつ攻めてくるかわかんないから怖いよねってことですかね。で、天下布武、西部、はい。
わりない。念仏。なくね、いつもに、あ、ここがになっている。もちろんないです。全部、全てやってくれた。私が知らなかったのに、ESM の説明を使って、さっきの見せ、もう一つ使ってくれた。今、ESM の説明を使ってくれた。もちろん、消え、よろしくお願いします。今、山本に、ぜひ、よろしくお願いします。ありがとうございます。では、中の方が、特に、そこから見てられました。我が師、特に、人生に慣れようといて、内将軍の時点、足利義昭と言ったらの密書。上洛し、よく不細工の力になれ、と言われた。証拠の誘いを受けようと思う。あれば、上洛の対義分に、なるほどね。で、一条谷。桜を見限った感じですかね、もう。事前に、大振り角の中で足首が、千秋様、これに近いところが、この時、よく取りました。私、ヒューズにございます。ご尊顔を拝していただきます。上越至極にございます。別途殿には、道楽を果たす、策があるかのこと、明智殿、聞かせてくださらぬか。ここの朝倉家にとどまっておられる道楽は果たせませぬ。見限ったは、まずは方向を出られ、道楽を叶え、来るところの、ところへ来られる方がよろしいかと思います。それは誰ぞ、武田か、上杉か、毛利か。武田も、上杉も、毛利も、いささか、今日より、とうございます。石垣様を今日には連れてきますのは、終わりの織田殿を置いて他にはございません。終わりの、一応密書を送って知らぬわけではない。これは守護職を倒して、大名になった成り上がりじゃ、罪のような沼に世が頭を下げねばならぬ。頭を下げねば、石垣様のいとこにあたる、慈悲で様が将軍職に就かれることになる。うん、慈悲でこれら、どうせれば、この見てしてを、千秋様の家臣としてお別れかばされます。身代わりが早すぎますね。そうすれば、信長殿のところへ参り、その時は、道楽の不足を取り付けて参ります。使えるな。使えるか。怖くない？明智殿は、天智の流れを組む由緒正しき個人。この、自宅からもお願い申し上げる。何かぞ、吉野に、ここで、払いください。ぜひ、土の願いを叶えて使わす。よりバクシネレスに加わればいい。急ぎ信長のところへ、お亡くなり、よろしくお願いします。は。で、岐阜城。その方が、吉明様の使いで来られた明智殿か、10名見て秀にございます。一応、どのつけてますか？やっぱ将軍の家臣ですかね。おいで、はぁ。何しよう、足が悪いのか。2位、これが強風の作法像。道楽の件、周知いたした。ただし、条件が2つある。2つ。1つは、
墓地には、このわしに仕えてもらう。二つ、八木様には、地上谷から、この峰に移っている。当時は飲めるか。承知、捕まりすぎました。ですが、それがしは、吉明様に表説を誓ったに、小竹にお仕えした後も、あれで、吉明様をお助けできるのであれば、喜んで、大きな時に、分かって、必ず、吉明様を送り出す。幸せに、おいおい、こうして織田信長は明智光秀をして敵将軍を招き入れる。これが信長の天下布武の始まりである。この本いかがしたのか。明智光秀がこちらへ参られたそうでございます。光秀はこの方の母方の男だそうなのか。はい、光秀君はどのようで金冠のような男の金冠前のことはおりません。なかなか使えそうね。なぜか津波君が俺も自爆不快と思う。説得力がなさすぎる。で、岐阜城殿、今日へ至る見てみずに短足が出てきた。何でも他の使いとは吉明さんに万一のことがあってはなりません。この三族どもを退治なされてはいかがでしょうか。では退治を行いましょう。はい。この国の危機になると、国の危機が明らかとより、国境の国に、この国境から、はい。
平気なんだけど、え、あの、意外にしましょう。もう早く玉のレベルを上げたいんですよね。ねえ、もうない。何だ。
道具の確認に使う練習に、
山上の噂を聞いた信長は興味をそそられ、その山村へと向かった。噂を確かめ、信玄を突き止めんと、この近くに陣を突き続けるようなものが、明かりの光で人々の前より何者かが現れる。クリアすることで、それが1万円もらえます。なので、1万円を狙いに行きます。2つあるんですよ。まず、神社は、もう、どうもできます。大丈夫。大丈夫。うわっ、はい、右
職員の方がちょっと悲しい。
まって、計算なんで、だいぶ気が下がりました。からですね、まず よし よし、ひねみできる。産地ですよね。産地だと何？
てない。なんか、ミスはすげえ好き。需要とか。もう一回。はい。攻撃力が高すぎるんです。よし、ね、よし、ドラマ、トムライスもやばかった。500いや、もう無理したのがやらない。人に攻撃できるけど、もっとは、これはもう限界です。ミクネさんは、あっ、はうん。
見えますよ。何に目指して何の人生か人生の日に何あれ、まだいるの？ま、そうなの。そう、想定外。ここにいたんだ。10分以内。そうだ。今、ボタン？ボタン見る。無駄がつまんてる。やっぱりターンをちょっと。おぉ。いい。
てるよ。クマさん、
Thank you.
しまった。
さあ、この計算面になりました。まずは、Thank you.
り神だではないか。今度こそ、あ、ちゃんと球体に通してたので、金1万ゲットできました。美濃、立正寺、明智光秀の説得により、足利義行は越前のあそこで出家のお父さん、藤実にまで取り入れて、道楽を果たすまで、立正寺に住むこととなった。信長殿、このような古くの店まだまだあるのか。京に登るまでの辛抱にございます。あえても、私がお約束したからには数ヶ月のうちに京にお連れしてご覧に行きます。おお。なんと、たったの数ヶ月、この信長ができぬことは無事にはいたさない。なんと、頼もしい信長殿、なんという自信だ。長尾さんびっくり。しかし、信長殿は可能かもしれない。京に登り、石垣で将軍の座につけた後、かつその権力を封じて、みんなの思惑が、観音寺城。信長が越え、本命と関西まであるまで、当時、大宮北半分は在、南半分が六国を治め、大宮の辺りと共に移り、それらの国は容易であった。信長は、南大宮の六角形に対して死者を送ったのだが、観音寺城。六角さん、我らは佐々木源氏の高橋さんと、ね、と知ります。そうなんだ。なり上がり物見せたよ。取れたのか近づくで通って見せようとな。そしてこうね、岐阜城。ここは、もう、愛してる人たちと通じている。それではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。